顕著な功績を挙げた人に贈られる秋の女君の,の受賞者が発表され県内では79人が受賞しました社会のさまざまな分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日賞は元菊川市長の太田純一さんや元全国削り節工業協会会,会長の秋元和久さんら 20人が受賞しました、また公共的な業務に長い間、従事して功労を積み重ねた人に贈られる瑞穂賞は元総務省行政管理局長の石田直弘さんや静岡大学名誉教授の清澤武光さんら59人が受賞しました。